美味しいもんだよ。初めてのこの初めてのこの多分ね。はい。なので今日はすごく帯の方とも魅力たくさんに来てくださってるので、皆さん楽しんでいけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。嬉しいですね、すごくね。嬉しい。ちょっとずつ規模が広がってきた。なってきてるかなと思うので、はい、ぜひぜひたくさんの方に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。着々ともうライブのリハも始まって、ちょっとずつ準備も進めているので、すごく楽しいライブになるんじゃないかなと思います。今回はツアーの全部のツアーを通して、フェアリーズの曲が全曲聴けちゃうよというライブになっているので、すごい。なかなか普段聴けない曲も聴けるライブになるので、そのチャンスはなかなかないぞということで、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで、今一般発売してたりしてます。今日バッキー。
そうそう。コーヒー。待って。コーヒー焼けちゃうんだってよ。コーヒーも。え、これそれ髪の毛もそう焼けるの？してる。なんでその黄色くしないの？知らん。知らん。そうだからね、髪の毛にもね、日焼け止めの作るとかね。結構いい。いや。ちょっと今の悪いな、今の悪いな。戻ってきたらちょっと一人で性格悪いのバレろ。盛り上がって、一番盛り上がってる。はい、じゃあ皆さんいますかね。はい、そうですね、ちょっとお知らせがあります。私キャリーズはですね、7月の17日に、ニューシングルメトロポリスを発売することが決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今回ねメトロポリスはまだ披露できないんですけれども、本当に制作段階なので、このメトロポリスを含む3曲収録予定となっているんですけども、その中から今日は1曲披露していきたいと思います。イエーイ。今回ね、ゴールデンウィークはずっと名古屋、大阪、兵庫、福岡、宮城と回って、曲を披露したんですけれども、今日初披露になる曲の名前を桃花さん発表してください。Change my life です。Change my life.
ので引き続き楽しんでいってください。ありがとうございました。ありがとうございました。